んにちは、さとみんです。今日は3月も終わりということで、今月私がよく使ったお気に入りの商品たちをご紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。はい、ということで3月もいろいろありましたけど、本当にね、子供が生まれてから1ヶ月1ヶ月、1日1日が本当にね、あっという間に過ぎていく感じがします。3月のお気に入りということで、今月発売された商品とかも中にはあるんですけど、私が生活をしていく中で今月から使い始めたものとか、今月よく活躍したものなどをご紹介していきたいと思います。ということで、まず1点目がこちら、タングルティザーっていう櫛、髪の毛を溶かすブラシになります。これはですね、もともと存在は知っていて、気になってはいたんですけど、なかなかこう購入するきっかけがなくって全然買ってなかったんですけど、今までの動画でも私ちょくちょくお話ししてるんですけど、ここ 1,2 ヶ月本当に抜け毛がひどくって、でこれを使い始めて抜け毛が減りました、なくなりましたっていうわけではないんですけど、ですね、髪のね、引っかかりもすごい多かったんですよ。髪がね、今切ったんですけど、長かったから引っかかりやすかったっていうのもあるかもしれないんですけど、これを使い始めてね、全然髪の引っかかりがなくなりました。で、このタングルティーザーですね、髪質によって使い分けるのがいいと言われていて、今回ね、この私が購入したのは、細くて繊細な髪、ダメージヘア用ということで、私実際の髪が結構細くってダメージも受けているので、そのこちらのタイプを選んだんですけど、あと他にもノーマルヘア用とウェーブヘア、ボリュームヘア用という3タイプ、3種類ありまして、でね、実際こう自分の髪質にね、しっかり合ったものを使っているからかわかんないんですけど、本当にね、髪の引っかかり、絡まりも全然なくなりました。で、一般的にね、こう濡れた髪にブラシをするのは NG っていう風に言われてると思うんですけど、このタングルティザーは濡れた髪にもね、地肌に負担をかけずに優しくね、髪をほぐすことができますっていう風に歌われていて、私がね、これを使い始めて1ヶ月半ぐらい経つんですけど、すごい良かったので、主人にもボリュームヘア用、ちょっとね、剛毛なタイプなので、それをね、ちょっと買ってあげようかなと思っています。はい、続いて2つ目のお気に入りアイテムがこちら。これはですね、女優ミラーっていうんですかね、ちょっとあっち側が映っちゃうんで、こういう角度で映させてもらって申し訳ないんですけど、こんな感じで電球が6つついていて、こうやってね、電源をつけると顔が明るく照らされて、すごいメイクがしやすくなります。こうメイクをするときはなるべくね、明るいところでした方がナチュラルに仕上がるので、私はね、こうメイクするときはできるだけガンガンに照明を焚いて、ナチュラルなね、仕上がりになるように心がけています。今この白みがかってる明るい照明なんですけど、モードを変えることもできて、今若干ね、黄みがかっている照明になりました。ちょっとね、こうカメラ越しだったら分かりづらいんですけど、今度はより黄みの強い照明になります。感じで、あと調光も、またマックス明るく、マックス暗くっていう風にすることもできて、これそれはこちらを押すと、いや、あんまり分かんないな、分かりますかね、ちょっとカメラ越しだったらそのね、調光度合いが分かりづらいと思うんですけど、私もともと洗面台でね、メイクをする派だったんですけど、娘が生まれてなかなかね、こう洗面台に立ってじっくりメイクをする余裕がなくって、これをね、今リビングに置いて、でね、娘のお世話をしたり家事をしたりっていう合間合間でね、メイクをするんですけど、今までは私こちらの、これは 2,3 年前にフランフランで買ったこのミラーを使ってたんですけど、これも一応ね、その照明があるんですけど、つけますね。なんかついててもついてなくても変わんないんじゃないかっていう、今ね、こう照明を焚いてるので顔は明るく見えると思うんですけど、ついてる、ついてない、ついてる、ついてない、意味あるのっていうぐらいの、これを買った当時はね、多分これがすごい主流だったかもしれないんですけど、今はね、もうこういうしっかり大きい電球がついてるのがたくさんあるので、ちょっとね、これは活躍できないかなっていう感じで、これを今後も使っていくことになると思います。続いて3点目のお気に入りアイテムがこちら。こちら以前動画でもご紹介したんですけど、ハイパージオという除菌アイテムになります。これを使い始めてから、時期的な問題もあるかもしれないんですけど、私すごく除菌意識が高まって、で今までは取っ手とかドアノブとか細かいところを掃除するのも2、3週間に1回とか、それ以上だったりしたこともあったんですけど、本当にこれを使い始めて、こまめにね、
コスパ、とにかくコスパがいいので残量とかを気にせずガシガシ使えるので、いろんなところにシュッ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 ってやってめっちゃ除菌するようにしています。こちらのね、効果については別の動画を上げているので、そちらを見ていただければなと思います。続いて4点目のお気に入りアイテムがこちら、NARS のソフトマットコンプリートコンシーラーです。これはですね、以前毎日メイクでもご紹介させていただいたものになるんですけど、とにかくね、薄付きなのにめちゃくちゃカバー力が高いアイテムです。今はね、使ってるんですけど、全然ね、本当に長時間つけてても全然よれないし、こうね、固めのテクスチャーで感じで、私のね、強力な青グマにもねカバーしてくれて、すごい重宝しているアイテムになります。はい、続いて最後のお気に入りアイテムになります。こちら、ディオールアディクトステラーグロス、この2本になります。これは別の動画、新作コスメ、新作リップっていう動画でもご紹介させていただいたものにもなるんですけど、本当にね、めちゃくちゃお気に入りで、こうね、ツヤ感はもちろんグロスなのに全然ね、ベタっとした感じがなくって、こうピタッと肌じゃない唇に密着する感じがすっごい大好きです。で、こう動画でね、こうずっとおしゃべりしていても全然崩れない、よれない、乾燥しないし、すごいね、発色がよくって、持ちもいいです。こう食べたり飲んだりしたら落ちるのはしょうがないんですけど、それでもね、しっかり残ってくれるので、すっごい重宝するアイテムになっております。私はね、ディオールのリップがどのタイプも結構好きなんですけど、その中でもね、これは結構お気に入りのアイテムで、なんだろう、グロスなのにグロス感がなくもないんですけど、こうスティックタイプのリップ感もあって、すごいね、万能に使えるのでお気に入りです。またね、こちらをご紹介してる動画も見てもらえればなと思います。はい、ということで3月のお気に入りいかがだったでしょうか。まあ、3月が終わって4月から新生活がスタートするっていう方も多いんじゃないでしょうか。まあ、私はね、特にこれまでと変わらない生活を送っていくんですけど、まあ、これからもね、いろんな方に見ていただける動画をね、どんどん作っていきたいなと思っています。ということでね、来年度もどうかよろしくお願いします。ということで、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございます。お気に入りアイテム、気になったよ、欲しいなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。